フビーツが EP ノーバディを4月26日にリリース、4月12日からリードトラックとなる I Can Feel IT シングルミックスが配信開始となった。2022年に発売された前作アルバムリフレクション約2年ぶりとなる新作だが、フロアライクなハウスミュージックをコンセプトに、全曲のボーカルを AI 歌声合成ソフトで制作したというものだ。リフレクションでは、トーフビーツ本人と共にゲストボーカリストを迎えた多彩な作品となっていたが、本作ノーバディはシンセサイザー V を用いたボーカルで制作されており、各楽曲のタイトルが象徴しているように、実像のない歌声がそれぞれのトラック上で発するメッセージによって、無機質ながら不思議な熱量とグルーヴを感じさせる作品となっている。皆様いかがお過ごしでしょうか。トーフビーツです。特に意識していなかったのですが、自分のボーカルが一曲も入っていない EP が完成してしまいました。オートチューンをそっと閉じたトーフビーツの雰囲気ってやつもぜひ感じていただけると幸いです。結局機械の歌った歌なんですけどね。ぜひ先行シングルの I Can Feel IT からお楽しみください。トーフビーツ、トーフビーツ、ノーバディ、 I Can Feel IT シングルミックス、2024年4月12日先行配信、 EP ノーバディ4月26日デジタル配信開始。 1. I Can Feel IT シングルミックスに Everyone Can Be a DJ。 3. Why Don't You Come With Me。 4. UMME。 5. Remained All。 6. I Can Feel IT オリジナルミックス。 7. ノーバディ。 8. ノーバディスローミックス。 https://tofbeats.lnk.2/nobodytofubeat